はい、ビリヤード系 YouTuber なりきです。こんにちは。今回は緊急で動画を撮っております。実は視聴者の方からタレコミがあってですね、とあるビリヤード動画が拡散して大変なことになっているということで取り上げさせていただきます。短い動画ですので、ビリヤード関係者の方もぜひ最後までご覧ください。理由は後でお話します。私は全然詳しくないんですが、チャンネル登録者数250万人超えの大人気 YouTuber チャンネルガードマンさんのビリヤード動画になります。まずはご覧ください。はい、ということで、じゃあ村瀬入れてください。お願いします。いや、はい、この動画のタイトルはビリヤード素人が打った奇跡の一打の後にうんちゃらなんですけど、まず奇跡の一打というよりもめちゃくちゃ簡単です。逆にビリヤードやっている方の方が非常に簡単なショットだということを知らない可能性が高いので、その証明のためにノーカットで5回連続成功の動画をお見せします。ちなみに撮影の時に近くにいらした某栗原プロに聞いてもらうと分かりますが、一発で成功です。っていうか、奇跡のショットじゃなくてイージーショットなんですよって伝えたいわけじゃなくて、このショットファールです。ビリヤード店なら必ず怒られます。というわけで、さぞかし非難のコメントが多いことでしょう。ちょっとコメントを拾ってみますね。ちなみにビリヤードをやっている方がガードマンこと江川守24歳です。ガードマンさらっと決めんのかっこよ、いやいやうまいって、ガードマンビリヤードもいけるんだ、普通にすごってなった、てかビリヤードガチうまいな、え、待って、今まで見た中で一番うまい、普通にうまいのビビる、うますぎる、マモルくん浮かすのうめえ、ボール貸してるのうますぎじゃね、マモルくん貸してるの普通にうまくてくさ、ビリヤードうますぎ、ガードうますぎてくさ、マモルくん何でもできてすごい、かなりうまいぞこれ、ビリヤードは普通にうまくてくさ、うますぎだろ、え、シンプルにうますぎ、ガードも普通にうまい、マモコちゃんうますぎな、普通にうまい、うまマモコマジで運動神経いいんだな、めっちゃうまいやん、普通にビリヤードうまいのくさ、え、ガード普通にめっちゃうまい、普通にうまくてくさ、普通にうますぎ、ちょんま褒めてるコメントしかない。そうなんです、ビリヤードはマイナースポーツなんで、一般の人がマナーを知らない人がほとんどです。なのでこの動画で一人でも知ってもらって、もしやる機会があって得意げにやってる人がいたら、それファールだよって言ってあげてください。確かにボールを浮かすショット、ジャンプショットと言いますが、はありますが全然違います。違いを動画で見てください。正しいジャンプショットはこのように棒の角度をつけて打たないとダメです。第一にお店に借りた棒だと先っぽが柔らかいので、どんなにうまくても絶対ジャンプショットはできません。ジャンプ専用の棒を持ってる必要があります。ダメなファールショットはこのような感じで棒に角度がついてないショットで、わざとジャンプさせるショットは全てファールです。最初にビリヤード関係の方も最後まで見てくださいといった説明ですが、 YouTube の仕組み上、私のチャンネルはビリヤード専門なので、まずビリヤード系動画をよく見ている人に広がります。そこで評価が良かったら、もっと広い人々に広まっていきます。この動画はビリヤードマナーを知らない一般の人に広めたいので、途中で見るのをやめたりすると評価が悪い動画になって一般の人に広がらなくなっちゃうんです。なので最後まで見ていただいて、高評価ボタンを押していただけたりすると、評価が上がって一般素人の方にやってはいけないマナーが少しでも広まるといいと思ってます。そして一言コメントなんていただけると最高です。はい、というわけでこの動画の影響もあると思うんですが、満喫とかでこのジャンプを見かける頻度がだいぶ上がりました。今のご時世、注意したら何されるかわからないっていうのもありますし、まず第一にせっかくビリヤードを楽しんでいただいている一般の方の邪魔をしてはいけないという心理もありますので、注意をしない方も多いと思いますが、ですが隣の台で生きった方が周りの友達にこのファールジャンプのレッスンとかを始めたりとかして、他の人が一緒に練習し始めたりするともうウキーンとなったりします。知らないからしょうがないんですけど、ビリヤードを題材にしてくださることは大変ありがたすぎるんですが、影響力がありすぎるんで、有名 YouTuber の方とかは悪いマナーを広めるのは本当にみんな真似しちゃうんでやめてください。この動画も190万回も再生されてますから。でですね、これがどのぐらいマナーが悪いかというと、店員が見ていたら 100% 注意されるレベルです。
ビリヤードにおいて今回のようにそんなの知らないよって言った種類の絶対ダメなマナーっていうのは実は意外と少なくて、自由にやっていただければいいと思いますが、パッと思いつくとこで言うと、まあ今回のやつと、まあ、ちょっと動画でも出しますけど、こういうマッセっていう棒を垂直に近い感じで突く、まあこれは絶対ダメってわけじゃないんですが、初心者は禁止っていうところが多いです。無免許運転みたいな感じですの2つぐらいですかね。いや、一般常識的なマナーはいっぱいありますよ。棒を振り回さないとか、周りに気を使うとか、ビリヤード台に飲み物を置かないとか、うるさくしないとか、いろいろありますけど、電車で大声で話すが当たり前の文化の国の人とか、まあ列に並ぶとかそういう概念がない国とかの人は分かりませんが、日本に住んでる方なら分かるはずです。あとは白い玉だけを突く、突く時は片足は地面につける、ブレイクの時はマットを引くとか、まあいろいろありますが、一般素人の方は初めは分からないと思うんで、徐々に知ってもらえればいいと思います。いやいやいや、しょうがないですって。だってマナーとして、例えばボーリングで同時にレーンに入った時は右側優先とか、卓球だとスコ勝ちしちゃいけないとか、バレーボールで決まった時に大げさに喜ばなきゃいけないとか、知らないですよね。え、知ってましたって。はい、すいません。はい、というわけでガードマンさん、悪いマナーを広めないようにしてくださいといった動画でございました。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、じゃおー。